さあそれではそろそろイベント始めていきましょう。今日は東西線形式なんですけども、じゃあ野次愛これラストでお願いします。野次愛ラストです。ヤング対アダルトやりますか。ヤング対アダルトで、ね、毎回アダルトが強いんでちょっとバランス取ります。今のバックジャンプできるのかすごいな。さあバイパーガイル対ムナーリリュウがついが投げる通るよね。はい、の試合ラストでお願いします。よっしゃ、ムナーリリュウがすげえ強いんですよね。またワイパーガイルもすげえ強いんで。さあやりましょう。ノジエストップ、悔しいところで終わりですそしたらラストらしい、ラストらしい、チーム分け僕がやっちゃいますね。ヤング対アダルトやりますよ。まあ、独断と偏見なんですけども、そしたら若いでしょ、皇帝若いね。あと誰だ、ユッケ、この3人が若いな。パテン、誰だろうな次。うなりさんかな。バイパー1が下からだと、次誰だ、ひとし松本か。12345 12345、宮かな。宮クレジンさん、クレジンさん、これはヤングですね。あと123焼き鳥、
負の背のロー、負の背のロで、おそらく正しいかと思います。ヤング対アダルト組み分け決定しました。じゃあヤングチーム一番若いのはユッケくんだからリーダーやってもらいましょう。アダルトチームはいろはさんと破天荒さんどっちかですね。
はい、大変お待たせいたしました。それでは35歳あたり、惜しい37歳でしたね。今日はヨガファイヤー。それでは2月の24日スパ 2X NVC2 ランバと東西戦形式ですね、始めていきましょう。今日は、1P 側が若手、2P 側がおじさまたちとなっております。はい、先方クレジンさん、まあまず最初はサブキャラからですね。というわけで始めていきましょう。まずは 1P 側クレジン龍、この人ダルシムしか見たことがない。そして 2P 側はカニバルガイル。カニバルさんもサブキャラをマジで使わない人ですからね。クレジンの龍とカニバルガイル、さあ垂直時間うまい、垂直がうまいのは飛び道具持ってないキャラクター使いの特徴ですね。さあしかしこれはこんがらがっているこんがらがっているぞ。さあ開幕竜巻で下がったが、いきなり画面端を詰められる。このゲーム画面端きつい。さあクレジン中足中足中昇竜、しかしゲージが溜まりきった。これぶち込めば全然逆転の目がある。ここはガードされてどうする。さあ波動の隙にスタブがヒット、これがいていいんです。中足そして波動まだ生きている。ジャンプが当たる、もう一丁、これは飛びが取れない、避けられず勝ったのカニバル。コテ君キャラクターはその場で決めて構いません。はい、決めて構いません。先方だけ申告です。あ、50入れなくていいよ、上のピンクのボタン入れて。火曜日は50円入れて、うん、土日は使わなくていいです。隊長、さあ皇帝サガット、彼も20代前半というかなり息のいいサガット使い。しかしその動きは相当渋いブルーに入る。まあ、いきなりメインキャラの X サガットを出してきましたね。 X サガットがメインキャラ、なぜこんなキャラを選んでしまったのか。そして3段は簡単、ソニックで削る。X 勢はなんか弾に対する対応がうまいみたいな幻想がスト5勢とかで語られてますけど、全然そんなことないですからね。耐久も全然出ねえし、その代わり困った時にごちゃらせる力は多分どのゲームより高いです。さあ非常に綺麗なダイヤマが、今日はバカは全打ヒットするとマジで気持ちいい。さあ X サガットのかっこいいところが見せられるか。さあカニバル飛んでいく、そして歩いて中足、これはビヨって3段余裕、おじさんでもできるやつ。最後投げ当て投げ、さあユッケ、さあ X のイベント出てくるのは多分初めてでしょう、ユッケ君。彼はバーサスで平日になんと店員森川とだけやっているという、最近始めた高校生です。もうそろそろ卒業らしいが、
ということは18歳か。10代の X プレイヤーってもう聞くだけでワクワクしますね。かなり綺麗に戦おうという意識を持ってやってくるタイプ。最後は投げ、おっとこれはユッケ頑張れ。さあナイス大足。さあまあ上を待っている。さあちまちまとダメージが積み重なって、なんと9割ゲット。端っこに詰められ、これ厳しい。竜巻で逃してしまうが、ゲージが溜まる前に相当取られてしまった。スーパーコンボが当たればと思ったんですが、あ、モニカは竜ですね。まあ X やるならとりあえず竜っていうの間違ってないですね。さあこれは中ゴス欲張った。さあ中足中足、お空達でダハー中ゴス割れた。さあユッケの真空がモリモリっとヒットしてユッケ勝利。次太郎さん、キャラクターは別に申告してないので何使ってもいいですよ。さあここで出てくるのは太郎さんですね。キナコング太郎さん。さあ色がいやらしい色だ。さあこれはチュンリーとの対戦経験がなさそうだ。このキャラ飛び強えんだけどという感じですね。太郎チュンリー、おっと上昇竜今度は使っちゃう。さあ飛びの間合いがいまいち把握できていない感じ。さあ大足これは悪くない。端っこ詰めるがここで下がってしまう。ゲージが溜まっちゃうぞ。ここでいけるか中ゴスおじさん。ああ大足の疲れに、あそうそうハムスターの人ですね。これでうねくんですね。キャラはなんだ。スーパーリュウ。さあウネのまず開幕ドラゴンダンスから。しかしこの顔を見てください、至って真面目です。おっと対空早出し、これはうまくやったか。あらららら、これはある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 、飛びがめんどくさい。すぐ飛んでくる、すぐ飛んでくるがそれが落とせない。向こうの飛びがめんどくさいときは自分から飛んだ方がいい。確かに、あ太郎さんアダルトでしたね。対空昇竜、そして空達、空達、空達、なんだ天章で落ちませんよこれ。天章は無理ですよ、死ぬまでやるやつ。さあウネガリュウジ空達、一番若い人、一番若い人はユッケの18歳、一番年上のプレイヤーはイロハさん、年齢は言えません。おっとさあイロハここで S 流をかぶせていく。あこれさっき分かったやつ、空中立ち回りが強い。綺麗な方がウネ君ですね。黄ばんでるのがイロハ、だいぶ洗ってない感じですねあれ。
S 流の同キャラ戦、これね波動拳と見せかけて飛びばっかりやる組み合わせですね。そしてあーお安い昇竜拳ぶちバチコン投げに行ったところ暴れられて昇竜、そうですよね昇竜拳で OK。 さあ空達、空達覚えました、空達強いです、空中竜巻旋風逆、おっと中足波動当たって昇竜拳、昇竜拳が出てしまえば、まあ、空達といえども無敵技なので一方的に落とされてしまいます。というわけで S 流戦はあんま使えないかな。さあ沖昇竜が、あの足払いには何も当たりません、昇竜拳が使っちゃいます。さあ対空波動拳、おお空達安い、優しさにあふれた飛び込み。さあ梅が閉じ込めているが、さあどうする、イロハ飛んでくるところに、あはははS 流の空達ダメージ高いですね。そうですね、テイさんは何使うんだ、 S 流なんじゃない、あ X 流か、さあここで星が並びました、出てくるのはテ X 流、こっからはね結構使えると思いますよ。これは真空波動が溜まるまでは S 流ペースになるんですが、おおおおおおだいぶ気合がほとばしってましたね。ウネくんが現在2連勝中、ウネスーパーリュウ、そしてテ X リュウが今1本取ったところなので、ここでこのまま止めたいところ。さあ S リュウにはないこのスパコンゲージをうまく溜めたいところですね。さあこの前落ちないやつ、さあ見事、まあ理想は昇竜対空ですが、おっと強い強い強い逃避、おダルシムの前はホンダ、マジでそうなの、全然知らなかった。さあワンボタンの反応はさすがといった感じですね、若さを感じる。ヨネ君もまだ20なったばっかとかそういうレベルですね、10代かもしれん。いや若手の人たち本当に頑張って続けてもらいたい、面白いからねこのゲームね。さあ竜巻中足波動、これは真空が入らない、船がまだ生きている、こっからは波動で押したい、飛びが当たらない、うおー最大の狙ったんですが惜しかった。いい試合だった。ここでワンピーが一つ、まつまどこれはキャミーかな、フェイの先、おお出ましたね、やばいキャラ。さあとてつもなく火力全振りしたやばいキャラ、スーパーフェイロン、とにかくこの中足劣化の押し付けだけでタジタジですわ。さあぶちかましちゃった、やっちゃったか、竜巻呼ばれ、なんといってもこのキャラは中足劣化剣ですね。さあ飛びが当たるともう危ない、さあ支援投げる、中足劣化怖すぎて投げが全通りする、飛びアッパー劣化、一発目で死ぬ、さあ劣化脚がない代わりに劣化剣の性能自体が高いです。
3発目のリレーでジャックで打てばその後劣化圏もう一発打てるんじゃないかという危ない。死んだかと思ったが昇竜体育そりゃそうか。さあミヤなんだろう残機かな残機ですね。さあ今のところおはは開幕寄ってきたところにガムガムといきなり噛みついていくタイガージェットシンかこいつは。さあミヤザンギが実はかなり動くんですよね。さあ開幕フライングパワーボム、そして詐欺飛びしっかりしている。さあやばいぞスクリューに行ったところに竜巻があれは一発食らってもザンギは死ぬわけではないんですね。そこがポイント。さあダブラリーを当てることができれば終わりですが立ちこばんスクリューうまい今のお見事ミヤザンギが止めた。破天荒さんがエッサガかなエッサガかな。アイガーさあやりやがりましたねこれが。破天荒さんサブキャラエッサガットです。すごいいつもニコニコのイーストフェイスがすごいダークな感じに見えてくるこのキャラですね。さあファイル最大おい密着の攻めを仕掛けるがとりあえずスクリーで OK。 破天荒スーパーサガットがミヤザンギに言わされてるぞ。4ならめあーめんどくさい。そしてアッパーかおーリーチバーニシングお見事。さあムラリさんリュウさあおじさんチームもヤングチームもこれで副将対決ですね。うまい。さあムナーリリュウに対してミヤザンギがまずスクリューでリードを取るがこのリュウめっちゃうまいからね気をつけて。うまい。おおおっとここは殺しきれなかった。波動2発ヒット。さあどうするムナーリミヤ両者様子を伺ったが影縫いから大足を届かせていくあなたに恥をかくさあ代々入った。これはスクリュー入ってピンチファイル死んだやるわパーフェクト。ちょっとと言われますがバイパーバイパー何を出す。ガイルでいいのでは。ガイルですね。ではバイパーガイル。まあ、この組み合わせなんでしょう。一般の人から見たら本当にうがいしゃがんでるだけで終わりだろうみたいなイメージをよく持たれているんですが全然そんなことないですからね。ただザンギ側がね進化した。おっと危ねえ。ミヤザンギがノリノリだがバイパー 大将ですからね。
かりさばいていく。足うまいが3チューパー、一発で奥攻めを回避。おお、膝からスクリュー後ろだった。どうする、中足も出しづらい。ソニック踏ませた、これで楽になる。あと一発どうする。あー、最後もソニック冷静に間合いを把握していた。ヤクシャリ、キャラ自由ですから。ただ1周目と2周目は違うキャラでお願いします。さあヤングチーム、対象は焼き鳥。お焼き鳥キャラクターに今になって悩んでいる。焼き鳥竜来ましたね。焼き鳥ヤングですよ。焼き鳥は僕より2つ下ですからね。ヤングです、梅原世代です。さあ、おっと後ろ、後ろかいいのか。うまいな、ものすごいしっかりしてるな。焼き鳥竜対バイパーガエル、まず1本取ったのは焼き鳥が、バイパーをこの組み合わせ自信力、簡単には負けられんやつ。さあこれ、おお、豪勢な投げが決まって、さあ焼き鳥何使ってもうまいんですが、ここで竜。さあこれはガイルがちょびっとだけリード、飛び道具余計のうまい。裏剣が1で体力差が広がらない。うまい、苦しい、下はガードが、その後手堅い。あー、もう一丁飛び、これはイラつくやつですね。さあイロハさん、続行続行続行だよ。ピンク色です。さあ1周目、なんとワコードがリード。あ、ヒロヤンと焼き鳥同い年ですね。確か猪俣兄とかもその辺なんで、フォークがみんなそこっていう話ですけど、ワイパーさんは上ですね。さあここでイロハ DJ ですね。イロハ DJ、 2P 側アダルトチームは2周目に入りました。イロハさんの DJ 最近練習中、スーパーガイルを捨ててまでというか、ひとまずお休みでしょうね。さあそれでも全一スーパーリュウだと思います。スーパーガイルだと思いますけども、おっとこれは間に合わないが、昇竜しっかりしている、攻略し、竜の理想的な勝ちパターンですね。真空をビビらせて体力リードを奪って守りきる、これが一番いい勝ち方。そして対空はしっかり、しゃがみ中パン重ねは、パナシ技全部に対応してます。おっと焼き鳥竜はおスライディング、惜しい、バックジャンプは冷たい。さあイロハダメージが取れないまま、この間合いならワンチャンスパコン入りますが、踏まされる、端っこ真空波動、苦しい。さあ焼き鳥が2連勝。太郎さん、
太郎さんはバルログですね。あ、こんばんは。DJ に強昇竜当てて波動加算できますね。あれ、なんか詳しい人がいるな。2回転井ノ原梅原世代。あ、猪俣って大貫世代か。そうか、そうなんだ。さあ、焼き鳥龍が太郎バルドグにいいようにやられていたが、ここで昇竜拳一発から逆転が逆転した。テラーに詐欺飛びしっかりしている。スラー愛知どうする。これ削り前に行っちゃうと避ける方法がありません。さあ、これは余計なことした。テーラーがやっぱり速い。強テラーは多分極レだったような気がするんですが、うーわ、沖昇龍投げる、あっち波動真空削り殺した。いやー、ハローバルログ敗れる。破天荒竜ですね。焼き鳥竜がこれで3連勝。おっと、優しい飛びからの欲張りダブルアップ。飛びが今度は向こうが飛んできた。そうですね、ジャンプ強キック与えました。大足届かない確認で波動拳を打っちゃうと最速飛びを食らうんですね。なのであそこはじっくり行くか、一歩前に歩いてタフをかけるかがおすすめ。さあ、ゲージ状況も圧倒的焼き鳥優勢。破天荒こっから、さあ怖がっている、そりゃ怖いわ。しゃがみ強パン波動を重ねて昇竜、これはうまい。さあ、焼き鳥が止まらない。カニバルブランカですね。スーピー側残るはもう4人。カニバルブランカかなり久しぶりに見ましたが、最近やってるんでしょうか、大盛り勢。おお、強勝竜しっかり対応、上は通しませんぞ。さあ、惜しい、今のはかなり際どいやつ。おっと、大足スカル、サンダー入る、ジャンプ強キックじゃないのでピュアらないが、あれはしょうがない。さあ、表裏は投げられて、あの辺はしっかりしてますね。ローリング、さあ、あんだけガスガス前に歩いて飛んだのにしっかり勝利。フォーク使ってる時より耐久精度が高いですね。さあ、裏に勝利、これはめげる、いきなり画面端大ピンチ、大足。さあ、中足真空、焼き鳥が止まらない。こんなに差があるのか、なんと5連勝。あ、違うキャラでお願いします。さあ、バイパーフォーク、コンドルはこれ確定。さあ、焼き鳥はとにかく前期からフォーク戦がうまいです。メインキャラであれだけ動けるということは自分の弱点もよく分かってるということ。対空強勝竜、あそこで当たっちゃう。
上り中パン、今のはすごいな。ソウル超強バイパーホークが完全に手玉に取られている。さあ焼き鳥流超強い、誰が止めることになる。竜巻、そしてめくり竜巻見えない。ダイヤシャドウまで、あれは安全な連携。さあ対空、お早出し、真空、とりあえず真空だバイパーも何もできず、ヤングというより焼き鳥一人で十分だった。副将のムナリ、まだ1周目の大将の焼き鳥竜、対するは2周目の副将まで来てしまったムナリサート。焼き鳥強え。さあそろそろ止めたいぞ、内野手を届かせていく。うまい、間合いを詰めるやり方が独特なうなり。さあ総裁もミスらない。おっと、お互い真空を警戒しつつ球を隙に打っていくが、ここで完全に見えてたやつにっとつながって、ムナーリがやっと止めれるか。上り中パン、えぐい、弱小竜ぐらい減ってますからね、上り中パン。湘南はさあサガットというキャラの一時はもう限界に近くまで行っていたムナーリ、最近ちょっとやり込み不足が目立つが、それでもやっぱり、それでもやっぱりムナーリ焼き鳥竜を、おっと、タッチャーキック上番、止めたのはムナーリ、やっぱかっこいい。クレジンさん、クレジンさんがダルシムかな、さあクレジンさん最近始めたんじゃないでしょうか。クレジンさんもともと広島出身と言っておりました。そして現在池袋にいるって言ってたけど、池袋でやってるかどうか分かんないですね。さあここまではクレジンいいペースで、さあドリル当てて攻めてくる、あらあら、おお当たんないよねそれ、うわ優しい優しすぎでしょ今のは。あーでもねダルシムあそこででかいの狙いづらいですからね。うわーフレームに飛んでいるクレジンさんですね。最近 X のイベント VS でよく来てくれるようになりました。バカ、まあね、バーサスでやってりゃ強くなりますよそりゃ。さあキャラ差あるあるとは言われていますが、いまいちやり方が分かんないダルシム使いも多いんじゃないでしょうか。 X の X キャラ同士だと一番キャラ差がある組み合わせとも言われております。あーおわっと、さあどうするんだこれは、どうするんだこれは、ムナーリサガットがうますぎて、あっとインフェルノ、しかし使っちゃった、これはもう時間がない。うお、最後はスパコン抜けてくる。コテ君が
X アウトダメで、アダルトチーム逆襲なるか、龍かな、龍皇帝くん、さあ何かを間違って X を始めてしまった若田勢に対して、まあ20年ぐらいはやってますよねというおじさまたち、負けるわけにはいかない。タジャキック、さあサガットの弱点をついていきたいところ、さあリードは皇帝龍、おー登りたいく、あとはでも真空をガードで十分ですね、これは。あ、いいですね、ダイヤシで止める、あそこのダイヤシ波動は見られるとスパコンがいっちゃいます、逆転されるやつ。さあうまい、下がっとこれがきついんじゃろと知っている感じですね、さすがに。実際皇帝下がっとかなりうまいなと思いますからね。が相手はムナーリ、サブキャラのきつい、どうしちゃった。ヒロヤンとトモって確か年違うはず、トモくんってもうちょっと下じゃなかった。さあタッチクオーキック、マジか、おお、あ殺すこれだ、あれ確かね弱小流重ねで終わりですよ。おお生きてる、うわあれ、おお渋い、やばい今のすごかったー、何もでかいものが入らなかったのに逆転した一発逆転でもなく、さあユッケ君が剣ですね。さあムナーリの活躍で星が寄ってきたぞ。さあユッケ先ほどは竜で一勝している、もう彼も何でしょう、よくあるやつでキャラクターはまだ迷ってるところなんですが、剣もだから結構使ってますね。いやヒロヤン81だよ。さあ昇竜ぶちかまして、これは一歩下がる、今のは冷静なやつうまいですね。さあ足払い戦、足払い戦はやっぱアダルトチームっぽいですよね。うまいなうまいな。さあある、あーなかった、ムナーリとてもお上手、うねガイルですね。または出ちゃダメですね。さあうねくん、おっとさあ、あと圧倒的リードを奪っている。まずは4割ゲット、もう守りきれるんじゃないか。さあ操作しちゃいけないところ、前の直前の球をよく見ないと、弱ガード今日はダメですからね。さあうわこれで逆転、飛ばされましたね完全に。さあしかしウネも守るプレイヤーではない、あるあるが時間足らず。
まあ、攻めるサガットよりこれ攻めるガイルが見れる組み合わせですね。これはソニックを縦に前に行く、そしてそれを相殺してくれようもんなら膝が入っちゃいますよという感じですね。あっとほとばしってる、ほとばしってるよ。これは強いムナーリ飛び前、おーっと、おー出すのか、出しちゃうのか。さあリードがほぼもうなくなる、ジャンプ中キック、最後は飛び、なかなかにいい勝負。この組み合わせはマジで追カードです。いやー、おわー、アパカー出ず、しかし大ダメージには至らず、今のは運が良かった。あれソニック出ないぞ、さあ中足うまい、わーっとバックサマット、これはうおいやー、いい勝負だったが競り勝ったのはムナーリ、これで5連勝。ひとし松本、トルネーディ打っちゃったら終わりだね。さあ、ひとし松本、X ウェロン。さあ、ヤングチーム、健闘している。まだ1本だけ有利になって、有利ですね。おーっと、中足に空振ってのアパカ。うまい。あー、スパコン。今のは着地で何もできないところですね。ひとし松本、しかしこれ組み合わせ的には相当相当不利の有利ですよ。さあ、こういうもんっぽいことをやろうとして失敗したが、ごまかしていく、おおちゃん、おおちゃん、あー、野口支援ですね。めくり中キック使っちゃった支援客。さあ中足に最大級、ああいうことをされるともう隙間に、わあ、つながらなかった。さあ、しかし劣化神拳、あいやー、松本やりましたね。さあ、大将はテーダルシム、いい勝負ですな。残すは宮城県焼き鳥謎ですね。あ、ダルシムなら、ダルシムならといった感じ。おっと、ネックから死にかけた、対空すらはやばいぞ、この組み合わせ。うまい、さあ攻めないね、後ろに投げる、これでまた後ろにスペースができた。うまい、さあ、ひとしますのと寄っていったところにジャクスラ、あの体力でもジャクスラはちょっと怖いかなという気がしますが、まあ、でもな、支援客と対になってるんですね。対空をしっかり見ている。とにかくダルシムというキャラは対空が命。これはインフェルノ、よく出した。あ、やばいやばい、投げる、露骨、投げ返す、投げ回りが違いすぎる。さあ、ファイヤーファイヤーファイヤー、始まった、トップ冷静。さあ、テイダルシムが勝って、宮剣ですかね。
副将の三宅。すげえいい勝負だな。さあ三宅がしかし止めちゃうかもしれない。おおっと、かかとに行ったらいなくなった。タッチ強キック、そして対空すら、この辺がもうやり慣れている感じ。今の危ないですね。うまい、完全に見えている。あとは上見るだけ。うまい、逃さないぞ。さあつなぎミスったら使用流拳もらって、これは一気にいくやつか。昇竜ガードした、投げ返す。2回ガードするとちょっと離れますからね。危ない、投げる、ピオラなかったラッキー。フレームに上から、しかしこれは終わってる。おおまあ今のはねやってもいいかなさあリーチだぞ。さあとにかく寄らせないのが重要。ダルシム視点だと寄らせなければ戦える。剣川は逆、一発引っ掛けて転ばしてから置き攻めだけで殺せ。うまい、さあ宮引っ掛けられるか。立ち川キック、これは辛いやつ。立ち川キック IH。 さあ大将戦です。焼き鳥さあヤング対アダルト決勝戦、何出してくんの？な、え？え？え？何が出てくんの？びっくり箱ですね。何が出てくるか全然わからない。わからない。いやいや僕に聞かないで。あ、Sホークね。さあ、やっとりスーパーホークになっちゃった。DJ の方が優しかったね。でバルドグにもカーソル合ってましたから、ね、さあコンドル入って、さっき 2P 側のコソコソ話聞こえちゃいました。一回も勝ったことないって言ってた。さあ初勝利かもしんないよ、初勝利かもしんないよ。うおー燃える、初勝利あるぞ。さすがにさすがに、いでいでいだ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 いない、ぽい。まあ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 、まあ、さあ最終戦、最終ラウンド、熱くなってきた。上り中キック、投げらんない、死んだー。だーこれは盛り上がらないやつ、盛り上がらないやつ。あー盛り上げる、投げろ、オッケー。あいやいやいや、今投げたら死んだよね、投げたら死んだよね、もったいないな。というわけでヤングチーム勝利というわけで、お疲れ様でしたもったいねー、いい勝負だったのに。さあ皆さん参加ありがとうございました。また来てください。いつも通りの試合垂れ流していきます。おー面白かった。
Fight!
Shoot!
Fire out!